Hi guys, I'm Richard and I'm in Japan today. So, 今はワールドカップの時期ですよね。すごいんですよ、楽しみね。やっぱりワールドカップの時には、頑張れと言いたいですよね。頑張れ日本、頑張れイングランド。頑張れは英語ではどういうでしょうか？知ってますか？頑張れは？Now, よくある場合は、頑張れは英語にすると、ファイトになる。でもそれも良くないんですよ。ファイトの意味は、喧嘩してという意味です。もしくは、喧嘩しようの意味もあるかもしれないんですね。特に、ワールドカップの時には、もうたくさんの人の前で、ファイト、ファイト、喧嘩しよう、喧嘩しようとしたら、あんまり良くないんですね。ですので、もう頑張れはいろんな言い方がありますけど、Do your best, go for it, you know, try, keep going. しかし、チームの場合、ワールドカップでこのチームを応援したい場合は、一番いいのは、Come on! と言います。Okay, so come on! So, このゴールの近いなら、Come on, Japan! Come on! Come on!はい、できますね。すごく素敵ですよ。So, fight ではなくて、頑張れは？いいですね。うちの genki English の Come on, come on の歌もありますけど、もう時間があればぜひホームページで見てください。それじゃなければ、もう Come on, 頑張れ！よく言いましょう。Okay? I'll see you later. Come on, Japan! Come on, England! Yay!